いやなので、その今回の件をきっかけにして、その、まあ、ある程度、だからイスラエルももう手を出したくないみたいな感じなんですか？イスラエルはできれば、なくしたい。ガザ地区が他のところに行ってほしいと思っても、ガザ地区っていうのは、下の方にあって、イスラエルはこうやって長いんですけど、エジわプトかのりま隣す。で、エジプトは逆に、ガザ地区から出てくる脱北者みたいな人、エジプトの方に出る人たちは、撃ち殺しちゃったりするんですよ。入ってきてほしくないそうから。なんですか。で、やっぱ入っりてきて彼らほもしくテなロ、い。エジプトも入ってきてほしくないので、なるそうでほすね。ど。じゃあもうかなりそのみんなが、まあ、みんななんかそのガザは天井なき監獄ですよねとかっていうふうに言ってますけど、どうにもなんないわけですね。そうですね。本当はガザの一般市民を、なんていうのかな、傷つけたくないっていうのがあって、イスラエルの軍隊って爆弾落とす前に放送するんですね。今から爆弾落としますって。で、するんですけど、やっぱり人間の盾として、テロリストに一般市民に使われたりするので、そういったのでなくなったりもするし、結局そのガザを支援したい、ガザを良くしたいと思って、いろんなとこから、なんていうんですかね、ドネーション、資金をもらって学校を建てたりするんですけど、結局その学校とか病院の中に兵器を入れたりだとか、攻撃されないので、であとはトンネルそこからと掘ってイスラエルの方に攻撃できるようにしたりとか、結局だから、そういった支援でいってるお金も、なんていうんですかね、テロ活動に使われちゃってるっていうのは現状で、パレスチナの方に行ってるのは全一概にはそうはないと思うんですけど、やっぱりガザ地区に関してはそういったコントロールの方が非常に難しい形になってるので。ガザ地区は一応あれなんですか、パレスチナ自治区というような位置づけではあるんです。そうですね。一応パレスチナです。パレスチナ自治区、パレスチナ自治区、そうですね。なるそうでほすね。ど。ガザが天今井な回き監の。獄囲ったのがつらいという意見があるんですけど、囲わないとテロリストが来るんですね。で、今回40人の赤ちゃんの死体が見つかったんですけど、そういった囲わないとそういったテロリストが来て赤ちゃんとかが殺されちゃうっていうふうに思うと、囲うのは悪いことですかっていう話になってくる、堂々巡りになっちゃうんですけど、で一応囲う理由があるのも分かっていただきたい。で、閉じ込めてるのがその一般市民だけではなく、国の防衛のために囲ってるっていうのも、ご意見いただいた方に分かっていただけたらなって思います。難しいですね。じゃあ今回の落としどころってのもなかなか難しいと。正直、落としどころっていうのは何も見えてこない。先ほど堀江さんがおっしゃってたように、軍事作戦、甘く見てたっていうのもあるし、あと、祝日の朝だったんですね、朝6時で。で、私、ちょうど日本に行ってて、日本から戻って時差ボケで起きてたんですけど、6時ぐらいそうなんに、ですね。そうなんです、1日前に戻ってきちゃって。で、サイレンが鳴ってて、ちょっとなんでこんな時間にサイレンが鳴ってるんだろうっていうのが分からなくて、うちの主人を起こしたんですけど、主人も意味が分かってなくて、いや、電柱じゃないよねって、そのサイレンが鳴ってないから、多分何かの聞き間違いじゃないのって言ったら、もう一回サイレンが鳴ったので、慌ててシェルターが家の中についてるんですけど、駆け込んでドアを閉めた形今は大丈夫なんですか。ね。警報が鳴ってないので大丈夫なんですけど、もうボンボンっていうような音は聞こえますね。それエリアごとに警報が別々で鳴るみたいな。そうですね。アプリで警報が出る前にバーって出てくるんですよ。それが近いアプ地リ域が。だと、アプリがあります。警報アプリがあって、で、鳴る警報が来たら、もうシェルター、逃げな防さい、空シェシェルルター、入ってドア閉めてくださいっていうみ形んなになっシェルターがあるんですもんね。てます。新しいビルはあるんですけど、問題はテルアビブで、テルアビブの古いマンションっていうのが、まだそういった法律ができる前に建っているものは、各部屋に、各アパート
に、はい、あのシェルターついてないんですね。そうするとシェルターってだいたい建物の地下にあるんですけど、上から下まで行ってシェルターに駆け込まなきゃいけないっていう問題があって、あもうだいぶてるんですが、テラビブやっぱり古いの建物がまだ多いので、はい、はい、そこはちょっとテラビブは問題だね。はい、あいやでも大変ですね。そうですね、正直まあ本当ホロコースト以来って言われてるぐらい亡くなって、捕虜っていうか、まあ、あの連れ去られて、もういろんな部分で本当に初めてで、はい、私も今年で6年目なんですけど、イスラエルがこんな状況は初めてで、はい、ちょっともうどうし、うん、びっくりですね。でやっぱり、まあ、私40過ぎてるんですけど、40も過ぎて日本の親に心配かけて親不幸だなとは思うんですけど、やっぱり私もこっちに家族がいるので、すぐに日本に帰るっていう判断の方はできないですね。で私の子供はやっぱり半分イスラエル人ではあるし、2人子供がいるんですけど、きっと私の子供今3歳、もうちょっとで3歳とあと6ヶ月なんですけど、なかなか難しいです。難しいですね。でもこっちの家族を置いてもいけないし、うちの主人は今は出ないと思いますし、で本当にもっと大変な状態になったらやっぱり脱出を考えると思うんですけど、正直日本人だけの家族の方だったら今出た方がいいと思うんですけど、私みたいにやっぱり現地の人と結婚してる人はこっちの家族もいるので、あとやっぱりましてやお子さんたちが兵役に今ついてたりすると出たくないですよね。はい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 、でやっぱりちょっとミサイルが飛んでるので飛ぶのが怖いっていうのもちょっとありますね。はい、でも飛行機がないわけではないです。国によっては出れる国もあるので、はい、うん、ああなるほどね、飛行機がね。そうですね、でちょっとやっぱりみんな心配してなんで帰ってこないのってすごい日本から言われるんですけど、私もここの家族を置いて、うちの主人を置いて出るっていうことはできないっていうのもありますね。ああ、それは大変ですね。難しい問題になってますね。難しい問題になってましたね。こんな風になるとまでは思ってなかったんですけど、やっぱり私自身もイスラエルの軍団のことは信頼していたので、そこがやっぱり崩れてしまったっていうのがやっぱり大きなショックでもありますし。で、ね、これまでね、もう大きなその中東全体を巻き込んでの戦争みたいなものと起きてなかったですよね、ところの間ね。そうですね。